へじりの館。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。先月に引き続き、カネケツのケツさんがね、もうゲストじゃなくてレギュラーになりました。ハジケツの館にしようかなって。なるほどなるほど。いやいやいや、違う違う違う、さっき聞いたばっかり。来年からの流れをさっき聞いたばっかり。そう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 、で先に言っとかないと、ね、忘れちゃうからしれないから、来月12月 のね、ここ第4火曜日ってね、24日なんですよ。クリスマスイブ。クリスマスイブ、はい、でね、こんなおかま2人でさ、おかまじゃねえよ。で、やるのもね、どうしよう、何やるのと思ってね。でそしてピアニストのキス君っていう子にね、声かけたのね、で OK ってなったのよ。あ、ほんでおかま3人でね。おかまじゃねえよ。だったんだけど、なんかね、ここのちょっと都合、24日っていうかね、むさ苦しいね、おかまが3人っていうの、はいはい、違うとかね、あんたやるなって言われて、来月はちょっとお休みさせていただくことになりましてね。ここはここで何かやるってことですか、その日。いや、ちょっといろいろだ、いろ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 あるらしいですね。いろいろあるということで、で、別日に生放送じゃなくて、収録をして流すか、再放送になりますけど、どちらがいいですかって言ったので、もうめんどくさいから再放送にしていただきました。それはそうしましょう。それはそうしましょう。そうそう。と、いうことで、ね、次の、ハジケツの館は、1月のね、28日 ?29 日、ね、うん、そう。1月になります。最後の火曜日ね。そうそうそう。何曜は火曜でしょ。じゃあ何日、間違えて、何日、28で合ってる。28、そうそう、28日なんですよ。でそれまではちょっとね、ちょっと寂しいんですけどね、この関係が。私1ヶ月2回会うだけが面白い。その時は俺が来るってことですね。1月は来なくちゃいけない。なるほど、なるほど。来年の1月までは出てって言ったのよ。1月までは出て、そこからはいいってことですね。そうそうそう、いいんじゃなくて1回だけお休み。どこ、2月が、うん、3月はまたやってたら来るかもしれない。そうすげえ。セフレ扱いがえぐいが。都合な都合ねえ男じゃないのよ。ということで、改めて乾杯。はい、乾杯。もうね、ちょっと前からめちゃくちゃさ、薄く飲んでるの。違う、急に濃くなっていた。ちょっと商店街を散歩している中に、このお酒に関係あるね、メッセージがもう来てるのよ、うん、チェッちゃんからね、こう、今日はお高いウイスキーですか、ケツさん、お味はいかがですかって。あ、でも美味しいですね。なんか最近、ここに来るの、うん、うわ、もう毎回すごい嫌なんですけど。何が嫌なの。まずいろいろ毎回行ってるじゃないですか。まず駅から遠いとかいろいろ。そうそう、駅からちょっと遠いのは中途半端なの。でも雨なんか降ったら最悪だ、うん、今日ね、すんごい土砂降りの時に来たのね。今最悪だった。私も大垣出る時もめちゃくちゃ降ってて、名古屋に着いたらちょっとやんでるかなと思ったら一層強かったのよ。あ、大垣も、うん、なるほど、結構降ってて一層強かったでしょ。一層強かったのよ。一層強かったのよ。すごいでね、ケッツに今日雨で大変ですけどね、よろしくお願いしますってさ、メッセージ送ったんだけど、来てない、全然遅れてなかったのよ。そんなも来て、いや遅れてないって、もう送ってないんだよ。送ったって、送ってないんだって。今削除したからあれだけど、証拠として残ってないんだけど、送ったんで、ありがとうございます、はい、これでね、いつもだと7時半には入るんだけど、全然来ないのよ。7時半って言ってもらったのよ、今。7時半。自分の自己紹介したのに、7時半って言ってもらったのよ。7時半な、夜の7時半に、一応本当はね、7時入りなんだよね。あ、8時から始まるから。始まるから、1時間前には来いって、ね、入ってくださいだけど、うちら打ち合わせも何にもないもんでさ、7時半で十分なもんで。ちょっとしたじゃないですか、さっき。何が ?CM の流れ言うだけじゃ毎回同じことですよ。で、それで、7時半にねって言ってたんだけど、そのメッセージも何も送ってなかったから、うんうんうん、全然来ないから、
40分入りしたんだよね。40分。なるほど。自分は送ったと思ったから。送ったと思ってたから、ね。返事が来ないから。返事が来ないから、もしかして今日は忘れてないかなと思ってた。まあ、いなかったりいなかったり一人でやればいいかなと思いながら。あ、じゃあ、それは本当に、それは一番最初に言って、いなかったらいないで一人でやればいいかなって思ってんなら俺は来ないのよ。ちゃんと。全然ダメ。全然ダメ。やっぱケツがいないと。それは本当に、それ俺は本当に、俺を昨日は思ってたんですよ。明日よろしくとかそのやるよ的なことが来なかったら俺休んだろうと思ってたんですよ。そうなのよ。昨日だからか、ハジケツの、番組昨日の夜でね、私昨日の夜で急に宣伝したのよ。昨日の夜チラシ作ったの、はいはい、ここに流したやつ CM の。そうそうそう、なるほど。 それ作ったもんで、でケツにも連絡入れておかなくちゃと思って入れたら、入れといたんだけど、さっき見たら転送されてませんってなってるもんで、うんうん、では1日前だったらさ、なんとなくいいんだけど、今日の今日でダメダメっていうか、あ、忘れてないかなと思ってちょっと心配だったのよ。うん、でも大丈夫だった、来てくれた。多少の課金は必要なんですけど、テンス、ライン大ブロックしてますからひどいそうそうそう、もう一つあったのよ。金ケツラブさん、ひじりさんこんばんは、ゲストのケツさんこんばんは、今夜もひじりの館生放送でのお二人のトークをとても楽しみですって、ひじりの館じゃなくてケツが出る時ははじケツの館にしますので、それを今日はこれ知恵がね、はじケツの館になるんですか、わーやったならないのよね。え、ほんとでもほんと来月申し訳なかった、私ちょっと楽しみにしてたのよ、二人きりの、苦しみますの。いや、おかげででも、まあ、イーブが開いたってことで俺はもう何もないんでしょ、どっちにしたってめちゃめちゃあるんすよめちゃめちゃあるんすよ、一人でなんかチキン食べてさおかめちゃめちゃあるんすよ。そうなんかクリスマス的なこと毎年大事にしてます。全然ですよね。そうでしょうね、うん、関係ないもんね、うん、別にやりまくってるですよね。だからクリスマスだろうがそうじゃなかろうが最近できなくなったよ、なんかどうして、なんで年、ああ、どういうこと？分かるわ。もうね、今年入って、春からガクンとね、何もかも体力落ちちゃって、で顔がさ、なんて言うんだかな、何ここら辺の筋肉が衰えて、はいはいはい、全部下に下がってきたのよ。あ、今やっと？やっとって。普通なの？そんなもんもっと早くからなるじゃない。私まぶたがすごいくっきりはっきりのさ、二重まぶただったのが、はいはい、一重になっちゃったらふんと落ちちゃって、それは寝不足だな本当にね、びっくりして、なんか何もかもが、今二重だよ、疲れてるのいつも疲れとるやじゃあそうや、違う、本当おとついさ、ほら知多半島の常滑、はいはい、のね、はいはいはい、毎年やってる、お座敷ライブ、もう一回やらせてもらったと思う。 はい、それがさ、私行く途中に坂井千春ちゃんの車で行ったんだよね、はいはいはい、で千春ちゃんってあんまり運転うまくないもんで、私が運転変わっていくんだわそしたらさ、高速乗って、大垣から高速乗ってすぐにね、うん、タイヤが何バーンして、コアバーブーストバーストブーストバーンしてどうしようって感じでさ、とりあえずハンドル効かへんのでは効かへんだけど、力任せにゆっくり路肩に寄せて止めて、もうなんかタイヤも外れちゃってて、外れたもうホイールだけ、ホイールの横にっていう感じ、ね、はいはい、怖うん、いけーって取られんかった、ハンドル最初取られかけたんだけど大丈夫だった。私力あるんだなと思いながら、あれで力でないとかなるもんなんだへえ、そうそうそう、ねね、高速のそれ怖いっすね。怖かった。そうで、路肩ギリギリ止めてたもんで、はい、なんと5分も経たないうちにね、パトロールの車が来て、後ろにカラーコーンみたいなやつ、赤いやつ、はいはい、置いてくれて、はいはい、でちょっと路肩の線のところにギリギリ飛べたもんで、はい、もうちょっと中が外に、ね、移動してくれませんかって言って、それでちょっとずつやってで移動したら、でまあなんとなくいろいろもう荷物すごい積んでたもんで、そうですよね、そうそうそう、はい、どうしようって言って、千春ちゃんの旦那が日曜日で休みだったもんで、うん、すぐ呼び出して、おー、なるほど、そうそう、で千春ちゃんの旦那乗ってる K の
番に千春ちゃんって全員知ってますよこれ、うん、あ知らないかな坂井千春ってねひじり座のメンバーのねあのもう一人の歌い手の歌手なんですけどもその子に、うん、そうそうそれから旦那さんが休みで旦那さんの車をそのまま来て、でその軽バンかバンに乗せの全部移し替えて、うんうんうん、でそれで旦那と子供が迎えに来たんだけど、そのままねそのままあと俺よろしくって感じでうちらまた先にそのまま行っちゃったと、だから間に合ったんだけど怖ギリギリだったわ、すごい怖いっすね、すごいよ、でもうすごいそのピアノがさ私持ってったあの今回キスクのピアノ伴奏だったもんで、でうちのピアノを持ってったんだけど普通に何電子ピアノなのに30キロなんだわ、めちゃくちゃ重たくて、それを何回も何回もやってたらね、すごいさ筋肉痛になったの。そう、普通だったら私の年だとさ2日後とか3日後になんか筋肉痛に来るんだけど、昨日来たのよ1日で来たの、だからちょっとまだ若いのかなと思いながら、そういうことでもないらしいですよあれは関係ないの、はい、関係ないですよでもそれは怖えな、うん、びっくりしたわ、へえ。だってあそこでやるってことは土曜か日曜のどっちかでしょ、日曜日日曜日、うん、そうね、もうなんだ高速がひっきりなしでさ車トラックとか来るじゃん、はい、自分の運転席からさ扉開けるのがさすごいタイミングがあってすっごく離れて見えるのね、もっと路肩に寄せやってじゃあ路肩が本当に狭かったのよ、路肩のないところにのなんだ、うちらそのまままっすぐ行ったら一宮辺あたりで、路肩のないところでまた事故車がおって、あ本当止まってて、もう何一車その車のおかげでなんかすごい渋滞になってた、あなるほどなるほど、うん、それに追い打ちかけたんだ、そうもう何最悪だよ、びっくり、うん、でも無事やりましたので良かったですわ。そうだね、それはまたあれをあとね、京屋がね23年23回3周年の、どういうこと20何それ京屋って言っても誰も分からない、常滑にあるあの古民家をね100年経った古民家を改装して喫茶京屋っていうのを作ってるんだけども、一応ギャラリーとかやってるもんで、そこで歌ったりするのね、喫茶京屋あれが、うん、コーヒー出してるんですね、出してる、なるほど、だからお昼間でなんだっけぜんざいとか、あと伊勢うどんも出してるし、急に伊勢うどんなんだそうそう、食べ物は伊勢うどんだけど、あとはなんか甘味どころ、いろんなアイスクリームとかそういうやつをやってる、そういう感じなのか、そうでそこで毎年まずオープニングできて1回目のオープニングからやってるもんで、毎年1回っていうことでもう23回目ってことで23周年の今年で、すごくない？どういう次第なんですか、1回目からやるってことは、なんだかの黒いなんか関係ですよね、黒い関係ね、そうなのよ、あのねそこの女主人のね京子さんっていうね、京って狂った女なんだ、違う上山子のね京子さんって言うんですけど、はいはい、その人のお家に私3年間ね居候してたの、おいそんなことあんの女子の家行くことあるんだへえ。その時は旦那さんの方について行ったんだけど、ね、なるほどね、そりゃねそりゃ行くねで、その時に私のマネージャーやってよって言ったら、いいわよいいわよって感じでやってくれて、ずっとやってくれてたの、でそれから今日やっていう私いろいろね、まあ、自分で出すんじゃなくて立てて人にやらせるって感じでやったんだけど、オープニングやってくれないっていう話でオープニングやったら、これこんな感じだったら毎年 1回ぐらい、1年に1回ぐらいいいんじゃないかなと思って、いつも11月の第2か第3土曜日にやる、あ日曜日にやらさせてもらってるのよ、あじゃああそこでやってんのはひじさんだけなんですか、ずっと前他の曜日にやってる人もたまに、うん、ライブ、あのね結構で、ね、何だろう、クラシック系のことをやってるみたいね、うん、へえ、まあ場所的に分かってると思うけど、あの狭いところに、うん、これなんだっけ、マリンバ演奏とか、あのでっかいやつをさどうやって運んだんだろうっていうぐらいね持っててやったりとか、うん、まあ森くんって分かる、知らん、バイオリンの、知らんか、森くんっていうね、名古屋フィルハーモニカ芸楽団の子、誰かわかるって俺に聞くのやめて、その人に失礼になるから大概知らねえから俺だって持っとったよ、何いい、その森くんの話をすれば、うん、これ何、
星野ひかるみつるひかるさん、ピンク姉さん、ピンク姉さん、はじめさん、ケツさん、こんばんは。大雨の中お疲れ様です。以上ありがとうございます。ありがとうございます。ピンク姉さん、ピンク姉さんはいつも一回はちゃんとくれるんですね。ちゃんとね、なんかね、ギリギリで、なるほどね、ギリじゃないけど、ね、ありがとうございます。だって今日だって同級生がこう差し上げくれたじゃん。私言うの忘れてます。さっきね、中村さんって人は同級生がいるのよ。で、フェイスブックに今日は伊集院さんの同級生の中村さんがいて、フェイスブックに同級生っていうか年が同じだもんで、ね、同級生って言ってるだけで全然関係ないのよ。学校が一緒とか何も関係ないんだけど、年が一緒で同級生って言ってるんだけど、それはそれでいいと思う。うん、そう、その人が今朝のフェイスブックに載せた時に、7時半何時頃入りますかって言われたので、いつも7時半ですって書いちゃったら、7時20分ぐらいしか行けないもんで、とりあえず差し入れを持ってこちらに預けときますって言ったら、ちょうど私ね、申し訳ないから一歩早めの電車で来たという。なるほど、うん、で、はい、それで会えて、そしたらね、これくれた、これは何、鬼まんじゅう、鬼まんじゅうですね。鬼まんじゅうがね4つ、これはこれ茶色は何、茶色い鬼まんじゅうですね。だからね、黒糖がね、黒糖の鬼まんじゅうと普通の鬼まんじゅう、これ私だけじゃなくてケッツにまでくれたんだよ。ありがとうございます。で、プラス、はい、ここのね、スタッフにしてもらっていいことで、わ、へー、すげえ、すっごい優しい、へー、そう、ありがとうがピンポーンだったよ、ピンポン軽いありがとう来たけどそう、ありがとうございました、ありがとうございます。って私なんかね、中村さんはそんなに接点がなかったんだけど、昔ね、どこだっけ、ダム屋城の桜祭りかなんかの時のに来てくれて、私がちょっと移動しなくちゃいけない、来てくれてってことは、そこで歌っていたってこと。歌ってた、そうそう、ダム屋城でも歌ってんだ。歌ってるわよ、私ダム屋城で3回歌ったわよ。へー、そう、桜祭りみたいな、何、餅、餅餅って何、餅祭り、あ、知らん、そんな、知らない、 秀吉じゃなくて、そこはなんだっけ、秀吉餅祭り、違うな、なんかそんな感じそんな感じのやつで出て、何年前の話、まだ最近よ、最近じゃないわ、5年ぐらい前あ、でもそんなもんなんだ、うん、へえ。で、それで帰りにちょっとどうしても金山行かなくちゃいけなくって、うん、そしたらね、その中村さんって人が見に来てたんだけど、はいはい、そしたら、あ、乗せてあげるよって言って車で、うん、それで乗せてくれ、あ、そんなに喋ったこともなくって、なんかあれかな、でもすぐ乗るわいろんな意味で誰でもすぐ乗るだってもう同い年ってジジイよ、クソジジイよ。あ、でもその段階でもう同じ人は分かってたんですか。うん、あ、なるほど、そうそう、だって向こうが言ってくるからね。あ、そうかそうか、そうか、じじいには立たないって言ってたもんね立たない、なるほど、違う、なるほど、そういう目で見ないからね、まあ、そう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 、え、いいです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 、ね、それは、なんか、話してくださいよどうします、何の話します、ほんなら、あ、そうそうそう、ほんでケッツがさ、あ、来た来た来た、チェーリーが、チェーリー、うん、チェーリー、チェーリー、京屋さんのひじりさんに、ひじりさんのにケツさんがお呼ばれしたライブ行きましたよ。そうそう、覚えてる、覚えてる。コーヒーとケーキいただきました。コーヒーとケーキ、なるほど、そういうやつか。そう。ね、その時代はね、ケーキ、プチケーキもついてたんだけど、今なんかめんどくさいらしいみたいで、コーヒーだけになっちゃった。うわ、へぇそんなあるんだ。うん、そう。もうめんどくさいよね、それはね。うん、でも、とりあえずさ、私が年齢的にあと5年やればいいかなと思ってるから、まだ5年もやんのマジで5年でね、あと5年ね、全然いいですけど、還暦でやめるって言ってましたよね還暦で女装はやめるって言ったのよ。あ、そっかそっか、別に歌をやめるとは言ってない、なるほどね、そうそうそう、うん、還暦では一応ね、女装はやめるって言ったんだけど、いや、やめたんだっけ、やめてない仮装、仮装だね、女装じゃなくて仮装になってきた、ね、そういうことか、もう綺麗じゃないから、なるほどなるほど、昔綺麗だったんかい、ほんと綺麗な時もあったね、なるほど細い時は本当にね、綺麗だったの。あー、そうか、体型、そうですね、体型、もうね、ドレスが入んないんだもんどう、あ、でもいいのか、自分で作ってるからいいのか、作ってない、作ってない、作ってないの、あ、結構ど、まあね、衣装作るみたいなことを、まあ、作ってる作ってるけど、もうね、昔だったらさ、マーメイドのなんかくっきりはっきりのやつを切ってたのに、はいはい、今作ってるやつってどやさどやさの、ああいう衣装、ああいう衣装になっちゃうねまあまあね、でもそれはでも、それのこのひじりさんみたいみたいでしょ、
います。そんなにいないから。いないですよね。そう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 。で一番最後のステージの一番最後に、なんだろう、ボスキャラでちょっと大きめの女装のやつをするっていうのはたまにやってるけどね。あ、まあそうですよね、それは、うん、そうそうそう。でも小さいところではもうやらなくなっちゃった。あ、天井ついちゃうからでしょ、それは。じゃない、うん、もう似合わないのよ、とにかく。似合わない。あ、そんな変わっちゃいました。変わっちゃった。そんな感じあんの。あるある。すごいよ。あ、それあんのか。自分は全然体型変わらんからさ。体型はだってそんなあれじゃないですか。めちゃくちゃ変わるんだ、私。そんな痩せてたっけ、昔。今度持ってきてあげるわ。そうそう、昔の写真だ、何もないんだ、撮ったらへんけどね。まあね、そうそうそう、うん、そ、あ、そんなこと言ってると、私今日いろいろね買ってきたんだよ。何を食べも。おい、ちょっと待って、何がいい。俺に食レポはやめさせて。俺はちゃんと食レポちゃんと言えんで。珍しいのがねなくって、まずいものは美味しいって言えない。カニかまぼこのね、天ぷら。カニかまぼこの天ぷらは全然美味しそうだな。すごくない？カニかまぼこの天ぷらを食べるので、これちょっと置いておいて。私ほら、今日夕方のね、来る前の夕方に大垣のスーパー、はいはいはい、駅裏のスーパーに寄ったもんでさ、大雨の大垣、そう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 、それが398円がさ、298円になってました。見てみて、これこれ。ラジオね、はい、なるほどね、うん、ちょっと待って、私お箸もあるからね、これでも。あ、へえ、じゃあその間に読んどくか。よいしょ、うん、扇風機ケツサワザモージャス時代、名古屋城深い丸でライブしたことありますか。ないよ、そんなの。名古屋城はもう見に行っただけだな。名古屋城でなかなかできないもんね。でも名古屋城のあのお祭り一帯を仕切ってたんですよ、あの小池さんが、 SR の小池さんが昔。あ、本当、うん、それは俺らと会う前だから。あ、そこそこ、 あそこずいぶん長いことあそこを仕切ってたみたいですよ。もう今はやってないんだもんね。それだってそれ自体やってなくないですか。あ、そっか、今はね、誰がやってるか知らないけどね。そうですね、うん、思い出した、吉宗餅祭りっていうのをね、春に、お桜の時期にやるね。あ、名古屋城ね、うん、へえ、そうなんだ。2日間ぐらい、うん、そこで歌うんだ。で毎年いつも出る人がさ、うん、なんだっけな、すごい、もう名前忘れてる、ごめんね。さっきから一個もスムーズに出てこんけど。気持ちはすごいわかるよ、でも。そうそうそう、顔とねビジョンが出るんだけど、ね、そういうのがちゃんと名前が出てくるの。それがちゃんと映像化するシステムを作ってくださいよ。まあいいや、おいとか、まあでも だいたいベリーダンスとかさ、はいはいはい、あとお城の何に忍者なくて、向こうの名古屋城をもてなしたいみたいなやつ。ああ、はいはい、いますね、うん、あの人たちが出て、その後にうちらが出るって感じだった。え、ベリーダンスがあんの名古屋城で。うん、そうそうそう。ひじりさんの人たち？違う、うん、城でベリーダンスはどうして？何落としたの？はい、あ、これ俺落とした。自分だけしか用意してないからと俺言おうと思ってた。何を言ったの？ちゃんと渡したかね。あ、俺もらったのこれ。すいません、それはそうなんですね。へえ、ベリーダンスは意味わからんね、お城で。なんだろう、お城があってお堀があって、はいはい、でこっち側が桜いっぱいあるとかある、わかる、はいはいはい、でそこにステージがある。あ、へえ、野外ステージなんだよ。それこそ俺もその知り合いの、丸の内近辺で働いてる知り合いの中村さんっていう人がいて、うん、この中村さんじゃない中村さんがいて、その人が、花見するっつって、うん、その辺で俺花見はしたことあります。ああ、でも中でじゃないでしょ、表中で、うん、中っていうことは入場券買って入るんだよ。どうだっけなあれ。やっぱ花見とかそういうのって酒飲むから、うん、一応屋台もあって覚えてないですよね。あ、そうかそうか。一応なんか500円だっけ、あそこ入る入場料が、うん、買って。あ、でも屋台が、あ、じゃあ入ってないか、入ってないんだな、じゃあ。屋台がなかったら、あ、じゃあそれはだってそういうライブとかやってる時でしょ。
うん、じゃあやってない花見の時期。あ、なるほど。花見の時期で2日間だけ土日やってるね。あ、だって平日行きますもん、そりゃ人多いの嫌だもん。そうだね、うん、ということでカニかまぼこの天ぷら食べます。食べちゃってくださいよ。見て見て、すごく多い、大きいの。ありがとうございます。あ、うん、普通。もうちゃんと待って、カニカマだよ、うん、なんかつけてくるんじゃないの。カニカマに味ついてるからさ、つける必要ないじゃん。食レポ食レポ。これさ、でもさ、うん、別に本当に普通だけど、うん、俺カニって言って出されたらカニだと思ってくる。あ、結構この分厚い、この見た目カニだもん、ね、だってこのカニって言ったらさ、結構な値段でと思っちゃうね、本物だったらね。そうだね。カニカマ工場、カニカマボコ工場行ったことある？ないよ。本当は味行ったことあるんだけど。どこにあるのそれ。どこだっけな、福井？福井、あ、へえ、うん、ありそう、福井って。福井、福井はもう恐竜かカニかメガネだね。違うな、分からん、忘れた。違うんかい、ほんじゃ。忘れた。どうかなんか言って。じゃあそれは かまぼこ工場の中にカニカマも作ってるっていうやつだった。かまぼこ工場、ああ、はい、はい、うん、へえ。そうそうそう。だからかまぼこ自体がさ、そんなに売れないんだって、やっぱり。で、カニカマを作ったらさ、すんごい当たって、それをすごい大量生産。もういろんな種類作るんだわ。これはでも本当に。普通のカニとタラバガニ。はいはいはい、もう大きさみたいなのとか、ジャンボガニなんかすごい、なんだっけ、あの手長ガニ、手足が長いガニ、分からない。水族館にいるやつね。そう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 。タカアシガニ。タカアシガニのもね、 あって、でそれの思いつくカニの名前を言おうのコーナー今。違う、それのエキスをちゃんと使うんだって。あ、これに、うん、これに味が全部変わるように。へえ。そう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 。で、結構な値段するんだよね、そのカニカマボコって。普通のに比べると。あ、カニカマなのに、うん、そう、でっかくなればなるほど結構高い。だって高いカニカマはダメじゃん。それに比べれば全然安いけども、普通だってこのカニカマがさ、なんだろう、このでっかいやつ1本300円とか400円するんだわ、うん、で、タカアシガニの大きいやつがね、確か1000円とかするといい。まあ、そうでしょうね、そりゃ、うん、っていう食べ比べをさせてくれんの。あ、ないな。違う違う、じゃあ、そういうのがしたいね。甘いのがいい、辛いのがいい。甘いのがいい、辛いのがいい、辛いのがいい。辛いのか。ね、これなんだっけ、タコ天。タコ天、タコ天、ね、ちょっと待って、あ、これでも、で、何、あんた感想言ってないよ、ね、これでも本当に、普通にポン酢で食いてって言われたら、俺も騙されると思う、うん。ちょっと箸取って、箸取って、はい。ゆるりんが出遅れました。ひじりさん、ケツさん、こんばんは。こちらの番組、はじけつの館になるんですか。ならねえつの。来年の1月はね、はじけつよ。そうそう、とりあえず途中で見たかもしれないけども、2月は来るなって言われてた。1月は、1月じゃないよ、12月がね、ちょっとで休止になりましたので申し訳ない。24日でさ、2人じゃないけど、あの岡本3人でやる予定だったのにね。違うって。扇風機が吉宗持ち祭りじゃなくて宗吉持ち祭りじゃないですか。そうです。吉宗は紀州藩ねって、すごいちゃんと説明してるから、これはちょっと言う、もう失礼しました。なるほどね。そうそれの餅祭りあって3回出たことあるのよ、うん、あのそれはそうだわ。これちょっと落ちるよ、気をつけて。胸張る。そう。胸張るも、うん、あのね、その時期もさ、桜、だいぶ半年前から決めるじゃん、そういう大きいイベントって。あ、で、出演以来ってこと？うん、大体がね、お祭り自体を。はいはいはい、そうすると、うん、なんだろう、桜が咲くかどうかが分かんない。ああ、なるほど、そうですね。ギリギリ。うん、で、うちらの時は、1回は咲いたんだけど、あとはね、まだ散った後とか、まだまだっていう時があった。うん、やっぱ気候によってね、変わるじゃん。普通よ、これ。普通、タコ天普通でした。タコ天って、タコと天ぷらの間の
空気がすごいある。空気って何？隙間がすごいあって。あ、そうなの？ふーんって噛んだ時にもう。ぐにゅーんって。あ、やっぱり出来たてのカリッが一番いいよね。あ、なんかこれフリッターっぽいよね。フリッター？フリッター。あー、エビのやつ。うん。うん、なんかこう。衣がさ、ほら、ふにゃふにゃ、そうかも、ふにゃふにゃのね、うん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 、そうそう、いや、食べるのやめとこう、食わんのかよ、ほんで後で食べたいのが今日いっぱいあったんだけどさ、ね、食いましょうよ、ほら、うん、チョコレート牛乳違うやつか夢でも今の間にひじりさんに聞きたいこととかどんどん質問してくれればいいと。あ、ケツに質問が欲しいよね。いや、俺本当にひじりさんは、俺もこの間の続きになるけど、うん、なんか言ったっけ、いつから男子を、そしていつから女子をやらしい目で見て、いつから女子はその毛がある、あ、いつからって、いやだ、そう、そのいつからいつからって、なんだっけ、私が初めては女子よ、女子で最初はね、うん、最初は男子として始まったんだね、うん、じゃあ、うん、男としてるんだけど18歳、遅く、なんか普通の人より遅いのかなと思って。あれ、俺ひょっとしてってどういうタイミングで思うんですか。何が、俺ひょっとして女子も男子も OK なのってどういうタイミングで思ったんですか。ああ、男子はもうその前から気になってたの。でもいざエッチとかはできなくて、で男子の男を、なんだろう、男に襲われるっていうか、男とやるのを初めて思ったのが二十歳の時に男の人に身を捧げようと思ったの。二十歳のお正月に。どうしてほら、オレンジにね、チョコレート。どうしてそう思ったんですか。うわ、本当のオレンジだもん、ね、へー、オレンジにチョコレート、ほら、こやつ、はい、ありがとうございますそれがだいぶ前なのよ、うん、だいぶ前でしょうね。14、15の頃。14、15で何を思ったって、うん、男の人は興味はあるんだろうなと思いながら、あ、自分の中ね、うん、でもは20歳その時ってさ、成人式20歳だもんさ今でもそうだわあれ18歳じゃなかったっけなんか18歳からっていうのはさ、まだ早いじゃん。で14、15歳の時に男子いけそうかもしれんと思ったけども、身を捧げるならもう20歳の時のお正月にいい人がいたら、なんか身を言う。何だ、何、自分のこと鏡餅だと思ったんだってそのつもりだったのよ。なんで正月に捧げようと思ったの。それ付き合ってたわけじゃないでしょ。全然付き合ってない、うん、その時に見つけた人でいい人がいればと思ったの。ああ、なるほどね、うん、ほんでちゃんと見つかったの、うん、何それ、ほんで見つけた正月に、うん、正月に、うん、どうして、なんでそんな頃あのマッチングアプリないじゃん。同性愛同士のマッチングアプリないじゃん。その人が集まるスノピー。なるほどね、うん、正月からやっとんだ、そのスナックで。えら働くが、うん、めちゃくちゃ硬いあ、でも、あー、なるほど、こういう味か、うん、俺、オレンジにチョコレートかかっとるって俺も絶対嫌だと思ってたけどあ、嫌じゃないな、でしょ、うん、じゃあ、本当はで、これが、これね、これじゃなくて、もう一つオレンジピューレリピチョコレートかかったやつ。オレンジとオレンジピューレの違いを教えて。オレンジは実がついてるでしょ、これ、はいはいはい、オレンジピューレは皮だけ。ピューレ、あー、なるほど、ピューレね、皮、うん、うん、なるほどね、オレンジの、オレンジの皮をだから棒状にして、先っぽにチョコレートがついてる。で、棒状が好きなんだけど、ただいや、こっちの方が味が美味しいんだ。めっちゃ声援したね、でオレンジの方が美味しいかなと思って、こっちの方が高いだよ。これで1000円するんだよ。はちょいついつい食っちゃうかも。うん、ね、オレンジピューレの方だったらポリポリ食べた。あ、酒の味にいいわ、これごめんね、33分になったから、ティーちゃんの宣伝しながら、ね、なるほど、ティーちゃんの宣伝とかしなかんの一応ね、作ってくれたからさ。いや、それはしなかんよ、ティーちゃん、うん、俺も世話になってる、俺も世話になってる。キースタジオの CM をお願いします。ティーちゃん、もう33分。
たい。T スタジオ。はい、ということで。30秒。最初15秒。T ちゃんのあの CM、うん、ヒジさんの番組流してもしょうがなくないの？あれ、だって T ちゃんはもうアイドルしか相手にしてないさって。なんかね、どっかに流しとけばもうね、まあ、ね、どっかで引っかかるかなって思ってるから、うん、本当にあいつって感じよ。でもこれ、ヒジさんはだってめっちゃお世話になってますよ、T ちゃんには。うん、う、全然俺はあの YouTube のうなぎの会に呼んでくれんけど、行く？行くってずっと前から言ってますけどね。そっか、でもどこへ行くかわかんないんだよ。うなぎの会って、あ、うなぎの会終わっちゃった。だって遠いんだもん。知ってます。美濃市まで行くのかな。もう愛のメガヒツマブシってやつ。愛のメガヒツマブシ。あれ、だいたい3人前入ってるわよ。あ、それは食えんだ。そうでしょ。でも私食っちゃったね。それすごいですね。これがね、生チョコプチシューショコラキャラメル。生チョコプチシューショコラ、絶対美味しいじゃん。ほんと？はい。なんかこれ、見て見て、犬のうんこみたい。食った汗言うな。あ、全然普通。もうね、どうすればいいしか言えないよ。じゃあどうすればいい。じゃあ本当俺はめちゃめちゃ美味しいってやつ持ってきてほしいな。そうね、うん、高ければいいってもんじゃないんだよ、ね、そうなのよ、ね、もう本当に、うん、俺ずーっと昔から、うん、ケーキ何が好きだって聞かれてずーっとモンブランって答えてるんですけど、うん、いろんな高いモンブランとか安いモンブランいろいろ食ってきたけど、うん、結局俺別に高いモンブランが好きなわけじゃないんですよ。っていうことは値段じゃないですよ。モンブランってさ、何？表面のかかってるやつ、そばみたいに、はいはいはい、あれが栗が入ってるだけでしょ。まあそうでしょ。あ、でもまあ中にも入ってる。入ってる時もあります。あ、うん、あの大須でさ、なんか こんな感じでかき氷が入ってるやつあるじゃん。クリーミーみたいなやつと思うね。そう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 、はいはい、あれ食べたことある？ない。私もないんだけど。ないんかい。あれすごい気になってる。でも私も気になったんだよ。気になるんだけどどうなんだろうと思って。持ってください。持ってこれへんって。現地行かなか。あれずっと気になってますけどね。そう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 。モンブランが好きなんだ。そうなんですよ。でもほんならさ、1月はモンブラン持ってくるわ。いろんなやつ持ってきたから。そうだから、モンブランを5種類ぐらい。甘ったる。いいね。あ、面白いかもしれんね。食べ比べね。ほんで誰が、何が一番高いか。ね、そうだよね。俺高いのはやっぱ当てられないと思う。なるほど、俺まあまあ安い方の方が好きなんじゃないかなって、だいぶ年を経て思い始めて、いろんなの食べてきて、あれ別に俺別に安いのでいいなって思い始めてる。その中身は何がいいの？よく中身はプリンとかあるじゃん。もうプリンになったらもうモンブランじゃないじゃん、そんなの。モンブランプリンっていうのがあるじゃん。そんなやつはもういい。いらん。そんなやつは違う。違うか。多分ケーキとして、ケーキとしてってやつね。そうだね。モンブランの過程、そばみたいなのがかかってないとダメなのか、なんだろう、ロールケーキだってモンブランっていうのがある。はいはい、ああ、なるほど。そんなあんの？うん。どう、栗が入ってるかも。そのモンブランを例えるのにそばみたいなのって言うけど、俺そばも好きなのよ。それややこしいのよ。モンブランって一応 山だっけ？まあそうですね。だから全然さ、携帯が変わったら モンブランって使えないのに、なんでモンブランって言うんだろうなと思いながらいつも。だから言ってないじゃないですか、実は。うん、あのロール的なやつは。そう、ということで12月はやらないので何回も言いますけど、俺もすごい、あの俺本当に前回のこのやつちょっとだけ、俺本当に見たくないけど、でもちょっとだけ見て、俺がのっけから酔っ払ってる俺を見た時あれもうすごいやだなと思った時だから、最初はあんまり酒入れないでと思ったけど、もう酔ってきた。結果こんな感じになっちゃった。あのー、
前回はここに来たのが7時半なのね。7時半からもうじゃんじゃん飲んで飲んで、そのままの勢いで本番始めたのよな、はい、でも今回は今日40分で来たの。でまあ1杯目すごい薄めで飲んで、なんで飲まないのって言ったら、さっき今言ったみたいに、もう最初から飛ばしちゃったよ、反省したからって言ったんだけど、もう2杯目から強いの入れてたもんで、そうなのよ、同じことだよね。弱くてお酒はで、12月本当はね、私本当に12月はちょっと楽しみにしとったんだよ。チキン、はいはいはい、チキン持ってこようと思ったの。でもね、普通のチキン持ってってもしょうがないじゃん、丸ごと一番持ってこようと思ってる。あーへー思ってなんか、ただ秀樹さんはあれだもんね、そういうのやろうと思ったら、結局食い物全般やろうと思ったら自分でできるじゃん。あ、自分でできるよ、作ろうと思えば、ね、でも面倒くさくなった。もう昔みたいにね、いつも大垣でコンサートやった時の打ち上げ、だいたい何だろう、出演者とスタッフとあとちょっとお友達関係も来るもんで、打ち上げに50人ぐらい来るのよ。いやそう、俺それ多分 2,3 回呼んでもらったことあるから、うん、でそれの料理を50人分私が前日から作って出すのよ、ね、そうそうそう。で何だろう、品数もね、だいたい最低でも80種類作るもんで、すごい大変は大変なんだけども、それがもう今全然できない、うん、本当毎年すげえと思ってたもん、うん、今はでも年だね、何もかもがダメ、本当に。あ、でもそういう意味では本当まずいの一個もなかったよ食べ物はね、うん、おかげさまでだから俺腹ペコで行くからねこれまずいよって俺ひじさんちに聞いたこと一回もないな、うん、あ、ほんでこれうちのホームパーティーもやらなくなっちゃったよ。あ、やってたの？まあ、やってた毎年？うん、なんかやってた。なるほどね、うん、それ俺呼ばれてねえな。え、来てないか？うち来たことない？何回もあるよ。え、何回もあるけど、それはなんか打ち上げとかそういう時だもん。あー、ホームパーティーとは違うじゃない、だって。うん、そうね、ホームパーティーを呼ぶのはだってセフレばっかでしょ、だってそっち関係の子はうちに呼ばないあ、うちでやんないの？うん、あ、違うよ。そういう声はうちでやるけども正直もんか私のことをそういうことやってるって知らないからね、みんな言うと、みんなってどういうこと？ただのおっさんだと思ってる。みんな知ってますよ。知らんって知ってますよ、それ全然違う格好す、格好だもん。いや、知ってますよみんな言いふらしてますもん、俺がまず今もうどうでもよくなってきたでしょ、うん、ダダでこれもうこれ飛ばすようになったらもう俺ダメだ、酔っ払っとる。これなんかこれの、うん、なくなっちゃった。そうほんでケッツがさ、はい、年内はなんかあるのもないのよ。俺ほんとないのよ。ひじえさんのこの番組呼ばれて俺よい告知一個もないから何にも喋ることないのよ。1月も、ないよ。いや、次のやつは何？俺もう何にもないのよ。これ俺これでいいのかな、どっか行っとんだかなあ、そういうね、扇風機ちゃんね、はい、今月は、はい、明日収録ないから、うん、あ、分からない、あ、分からないのよ。あ、ないのの？2週に1回ないですよ。あ、そうか、ね、骨折しない程度に飛ばしていいんじゃないですか。はい、飛ばします。分かりました。本当はね、いつもだったらもう、そうなんですよ、すごいタイミングがいいなと思って、これ終わってからでいつも飲みに行くのよ。うん、まあ ね、そうですね、うん、そうそう、行こっか明日も気にせず、まあ、そうね、うん、そうね、頑張って飛ばしますそうで、カズさん、はい、高潔さんの食レポ正直で面白い美味しいと言わせたくなりますね。ねえ、でしょ美味しいって言ってないか、すごい言うよ俺マジで、ね、本当に美味しいやつはすごい言いたいんだよ。でだって美味しいって言いたいのも、言いたいのに、普段だろう、何にも加工してない素材の方が美味しいって言うかもしれない。あ、まあどっちなんでしょうね、結局は、うん、結局はなんか分かんないですけど、ね、ちえちゃんから、ひじりの館酔っ払ってるケツさんが見られるのは貴重でありがたいですってあ、そうか、普段はないもんね。当たり前じゃないですかこれ誰かわかんないけど、モンブランは栗などを原料とするクリームを
生地の上上面に絞りかけたケーキで、それ山のように絞って書いてるモンブランの山の形に似てることからこう呼ばれる。なので、そばみたいなのが山盛りになっていない栗のケーキはモンブランではないらしい。ロールケーキは違うんだって。ああ、そう。でも、ね、モンブランって書いてあったのこの前。それはだから、そこの店は大垣だけど。違う。名古屋で見た、名古屋で。名古屋か。そうそう。あと、ローソンとかさ、あのプリンの上にさ、乗ってるやん。プリンの、あ、あるね。あれ、あれ別に山になってないじゃん、平らん。あれもモンブランプリンとか書いてあるじゃん。嘘、なんか乗ってんじゃないの。乗ってないと、あんな山みたいになってないもん。いや変な、 あ、ちっちゃい小山か。そうだよそうかそうか、そんな感じ。へ、うん、そうやね。あ、でもモンブランね、私ちょっとなんか調べてくるわ。じゃあ、やめてきてくださいよ。1月、エジさん何が好きとかあるわな、それは。ケーキ何が好きなの、うん、ケーキ何でも食べるよ。私ケーキ自分でも作るもん自分でケーキ作ろうって思うきっかけ何あの作ってたの、私、あの、なんだっけ、ペコちゃんのお店は何、富士屋、富士屋さん、富士屋さんって私、あのバイトしてたの3年ほど。こんなもん富士屋置いてかんだろ、これ。富士屋のケーキを出てるじゃん、あの自家製ケーキって。いつ頃の話。もうず40、50年前。なるほど、うん、私はまだ学生の時だよ。そうそう、まだペコちゃんが、ペコちゃんが生まれてない時、高校生の時だね生まれてまだ高校生の時に、いまだにね、同じケーキが売ってるんだけど、それ作ってたの自分が、そこで。それでどっから作るの。だってあるんでしょ、なんか牛丼みたいにこれ入れてこれ入れてみたいな、 あるでしょ。あ、もうスポンジはできてるんだよ。だよね、うん、できてた、うん、できてた。というか、もうね、あんまり詳しいことはまた次回。そうか、ダメなのかな。うん、じゃあ何、時間がないからよ。時間ねえのそうそう、だった早っ。そうそう、これやらなきゃね。こんなのどうでもいいんだけど今週の土曜日、今週の土曜日です。はい、もうカットカット。うん、どうせこれ見てる人しかこれないんだから。うわ、5週目だからか。うん、はい、これがね、来年のね、2月の24日にまた来年のやつ。ああ、それか。演芸場でやるやつ。演芸場でやるの。ね、今年はね、濃い、すごい濃いメンバーになっております。ハーサイネージャー。モノマネのね、シンドさんっていう人がね、もうめちゃくちゃ面白いんだわ。へ、もう、かなり、なんだろう、面白い分だけ、ギャラは高い。なるほどね。そうそうそう。それをね、これで、この2500円。これも毎年やってますよ、ね。もう毎年やってますよ。毎年ね、応援させていただいた。俺ハーさんの年に見た。ああ、今度はね、今回はハーさんちょっと外れさせていただきます。ハーさんごめんね。そう、これ見ちょっと怖い。そう。で一応なんだっけ、カラオケを午前中にカラオケみたいなのをやって、お昼から自分たちのショーっていう。カラオケってあれ生バンドでやるやつ。生バンドじゃないの今回。あ、違うんだ。前回生バンドだとさ、大変なの。セット崩したりどうのこうの、ものすごい大変で、で今回はカラオケでやるもんで、その出演するのがちょっとお約束になっておりますので、もしよろしかったらエントリーしていただければと思います、ということです。はい、終わり。これだけやってくれるか。どうしよう。あと2分よ。あ、そんだけ。そう、今回はね、うん、私ね、12月って結構いろいろやってたんだけど、うん、本当にもうね、めんどくさくて何にも入れんかったの。そうなんだ。何も入れんかったっておかしいんだけど、12月って言ったら、どこ誰でもみんながイベントやってるじゃん、はいはいはい、もうブッキングブッキングで、お客さん呼ぶのもそれぞれみんなが大変でしょ。なるほど ね。そんなのになんかうちらまたやったら大変なことになるから、はいはいはい、うん、なんだったら別にわざわざ12月にクリスマスソングって当たり前すぎて、はい、うん、ね、どこ行っても聞こえるじゃん。だったらうちでゆっくりしてみましょうと思って。なるほど。何にも仕事入れなかったそれが俺はもう、それが そんな1年目指しはそれは。あ、みんなを呼ぶのはよ。私はでも個人的にはその忘年会とかそういうのを呼ばれてお仕事行く。やらしい仲間のやつでしょ、それ。やらしくないって、普通だわ。普通の会社の忘年会とか行くとよ。そうそう、あ、会社の忘年会とか行くの。そうそう、会社のとか。あ、そう、会社の忘年会よく行ってないよ。失礼な。あとは何、ロータリーとかのクリスマス会とか。家族会館とか、はいはい、そうそう、あと1分です。私はよう呼ぶなと思うけど、子供がおるのに
大変って感じで、そういうのはないのあったわ。ないっすね、まず呼ばれないですもん、そんなもん。あ、そっか、ちゃんとしてないもん。曲がね、オリジナルしか歌わん、ね、あー、なるほど。うちらはそれに合わせて歌う、子供の。そうそう、臨機応変できる。そうそう、そして長い間ずっとちゃんとやってるから。そう、今もジャズですね。へぇ、来年か再来年ちょっとね、ジャズオンリーでやろう。すごい、いろんなとこから生まれるから。もっと汚いでしょ、言い方が。もうお金引っ張ろうとしてる。自分がないだけでしょ、それは。あ、そうそう、今思い出すけど、私前からやれれば最後、この広い広い世界の中で、あいつやがりますよ。だってあいつのことすごい嫌いだって。嫌いとは言ってないあの、好みじゃお前だけだったんだよ。ぐらいのこと言ったから。あいつのハートの傷がいいもん。言えないでしょ。とりあえず一回呼んでみたいなと。多分4年生に持ってくる。持ってくるね。ということで、もう50分過ぎてありますので、この辺でまた今度はね、1月になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか消えないわ。ブチッと消えた。いつもね、自然に消えるのね。